ほらみんなも言ってね、一回座ろう、次回座ろう、ね、乾杯から、いや、始まりました。スタッフのスタッフによるスタッフのための番組スタッフゾーン、今回、MC を担当させていただきます、構成作家の三井です。どうもどうぞ。運営の樹道です。どうもどうも、ディレクターの井上でございます。よろしくお願いします。乾杯。じゃあ皆さんお疲れ様でした。2014年、お疲れ様です。いやもう大変な1年でしたね。飲んでるよ、もうひどいな。どうでしたか今年1年。いや、いろいろありましたね、トリプルゾーンも。トリプルゾーンじゃない、スタッフゾーン、スタッフゾーンもね、いろいろありました。ありました。はい。あのね、あの、いいですね、これさ。我々のね、応援団の方からもイラストをいただいてるんですね、これね。もういつもあの応援のメッセージいただいて、本当にありがとうございます。いつもありがとう。もう我々もとても喜んでおります。もう、ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、楽しいですね。ちょっと。ちょっと、あそこないで、ちょっと、あれ、我々の番組にあゲストですか？ゲストの方、ゲストです。ああ、ちょっと待って、カンペがすごいことになりますよ。音がずっと鳴ってる。一回あの落ち着こうか。一回、おい、音がね、チミラ、音のボタン押しちゃったら、チミラいいから、鳴り響く、鳴り響く、音がね、はいはいはい。ちょっと、消えた。あの、いやいやいや、どうしたんすとかじゃなくて、ゲスト多いですね。お前も写真撮ってんじゃねえ。酒がうまいな、これ。髪の色がちょっと違う方が。いやいや、仕事ですよ、仕事。え、グルなんですか。じゃあ、ようこそスタッフゾーンへ。スタッフゾーンへようこそ。お前ら、はい、そろそろ気づけ。はい、何してくれてんの。あー、まさか放送が始まってるってことは、放送が乗っ取られた。我々の番組ですから、これは。何言ってるの、ちょっとどういう。あ、今日じゃあその前にじゃあ切れてないでしょ、樹道さん。あの今月水性ペンですから、ね、今月あの馬場君のお誕生日だったんで、はい、プレゼントに、おはい、おやってください。はい、何龍馬、龍馬ラーメン行ってきました。あ、龍馬の、はい、ちゃんと綺麗に水性さんが行ってきたんですか。そう、食べてきた。すごい、ね、本当に行ったんだ。そう、これラーメンで、これがあの馬肉の燻製です。美味しかったですよ。そうだな、いやいやいや、おお前カメラにケツ向けんな。これはい、あのお誕生日プレゼント、ありがとうございます。写真ですか。物が欲しかったな。あ、でも美味しそう。豚骨、馬骨か、馬骨か。おめでとう、おめでとう。ぜひ今度行ってみてください。はい、あの、いや、じゃあ、そして普通、いや、いや、あの、いや、ちょいもうしっかりやろう。今年ラストだから。はい、じゃあ交代、交代でよろしくお願いします。ちょっと待って、すげえ雑に渡されてる。いいね、トリプルゾーンの忘年会って感じだね。忘年会来ましたよ。ふわっとしてるじゃん。イエーイ。やっぱそして忘年会にはこれでしょう。何ですか、何ですか。イエーイ。おー、チーズ来たよ、来たよ。ね、たださ、ただ俺たちさ、まだ何もあの枕言葉っていうの、何ていうの、冒頭の何もやってないよ。何もやってないのに出しちゃってさ、いいの？やっちゃおう、やっちゃおう。あ、カメラ撮られちゃった。一回乾杯しよう。ね。ね。ね。ちょっとね。とりあえずね、一回座ろう。一回座ろう。落ち着こうよ。いやもう盛り上がったね。十分。いい感じよ。はい。しゃ。もう撮れたか。撮れたかあるんじゃない？いいですか。撮れたか。撮れた感が。いいですかね。はい。というわけで皆様、こんばんは、始まりました。部長の部長により部員のための番組トリプルゾーンでございます。今回なぜか MC を務めます渡辺大輔です。よろしくお願いします。前回アンケートトップだったもんね。トップだった。はい、続きまして。はい。同じく部長の南健介です。よろしくお願いします。よっしゃ、部長の馬場龍馬です。イエイ！イエイ！イエイ！あの、今、ケイちゃんに言ってたけどさ、はい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 。え、
はい、何アンケートって。いや、アンケート取りましたね。俺あのごめんね、あの10月にほらトップ立って11月ね、はいはい、先月やる予定だったけど、ちょっとごめんね、あの、はいはい、いろいろとお仕事の方で行けなかったね。残念だったね。あれ出てない、うん、出てないよね、うん、出てない。わかるよ、わかるよ。出てないやつがなぜ12月のに MC。 やっぱ俺たちは三位一体だってことですよ。わけわかんない、わけわかんない。答えになってねえから。身に染みてわかった、うん、大ちゃんがいなきゃ番組回んねえ。前回ね、いやー強かったよ。元気ね、元気ね、ツートップがね、うん、元気会いたかったわ。あのね、すごかったよ。元気くんは良かったんだよ、うん、大ちゃんのや、あのね、合わせたかった代わりをしてくれた、うん、なんなら回してくれた番組の MC やってくれた、うん、元気が、うん、すごいね。しっかりしてるでしょ。自分が何してんの。いやもうそれしっかりやっぱもう、あの後ろから支えたよね。僕たちは鈴木くんに振り回されてた。ほらみんなも言ってんじゃん、ね、うん、元気いなかったら大変だったって、うんうん、あの子すごい、あのね、あのすごかったね、あのコンビがすごかったね。あのなんか射程関係で来たから、うん、そう、うん、すごい。最初から最後射程関係だけどあんまり、うん、死をね、うん、だ重んじない、重んじないし、ね、答えをいただいてないわけよ、うんうん、何アンケートで俺が1位って。まあだから何なのからそれはね、やっぱりその回を見て、うん、やっぱり大ちゃんが一番必要な番組なんだなっていうのを改めてね思い知った回だった、うん、アンケートに俺の名前出たってこと。そうだよ、出た。なんで出んの。スタッフさんが欲したんだろうね。まあ一回渡辺大輔を一回ね、やっぱそこはそこはね、名前があるならばそこにね。で、ダントツ1位だったよ。そっか、そう、うん、まああれだね、部員のみんなのあれだね、おかげだね、うん、そう、そう、感謝して。そう、本当に先々月、はい、先月か、はい、休みまして本当に申し訳ございませんでした、はい、うん、しっかりと2014年のラストを MC、はい、うん、しっかりとやって、はい、締めくくりたいと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします、はい、もう1年間頼むよ。まずは1年契約、連合制だね。1年契約だから。とりあえずさ、乾杯しよう、ね。乾杯しますよ。ケイちゃん持ってきたからさ。オッケー、乾杯しよう。で、ないのよ、ないのよ。ビールもありますよ。ホロ酔いもあるし、ストロングもあるよ。揃ってますよ。ないのよ。大ちゃん何行く、うん、とりあえず好きなの飲みなよ。お、じゃあ俺じゃあ、恵比寿行こうかな。恵比寿行く、恵比寿先輩。ちょっと、いいよ、ついどいて、うん。その間にここ本当はババって書いてあるけど、俺が説明しとくわ。はい、皆さん行きますよ、続きます。トリプルゾーンチャンネルなんですけども、いわゆる番組の公式ホームページのようなものです。しかも今夜は22時30分になったら一旦公式は終わります。聞いてねえや。はい、公式は終わってしまいます。22時30分で、そしてトリプルゾーンチャンネルにユーザーの皆様は飛んでもらい、チャンネル放送で続きを見ていただきます、うんうん、ただしチャンネル会員費、通称部員にならないと見ることができません。今夜の放送、はいはい、最後まで見たい部員は絶対部費を払ってください。新しいシステムですね。ちょっと今日なんかイレギュラー、今日はなんだろうね、やっぱ年忘れですから2014年振り返るってことで、うん、そういう新しいシステム。ほらね、俺の予想って入ってきてんだよね、うんうん、だからあの、まあえげつない、えげつないよね。だって30分で、まあ、あれだから終わっちゃうわけだから、そこちょっとなんか変えません、変えれない。うん、まあだからまあだからその時の結果でいいよ。とりあえず乾杯しよう。まあまあ、はい、じゃあ終わったところでね、説明が。じゃあ、あのやっぱり一番年長者である大ちゃんから、はい、今年のトリプルゾーンをこう総括した、うん、こう挨拶を総括、はい、総括、はい、もう含めね、で、うん、来年に向けた目標も含め。いやそれはさ、番組の最後で言うからいいじゃん。いや、とりあえずだってほら、いや、とにかくいいんだよ、うん、とにかく俺が思うのは、本当にこのトリプルゾーンはスタッフさんと、はい、あの部員のみんなに助けられて成り立っているということです。だから2014年も皆さんのおかげでやってくることができました。なので2015年も皆さんの協力、そしてスタッフさんと、俺たちで番組を盛り上げたいと思います。よーし、ということで2014年お疲れ様でした、はい、乾杯。お疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございます。皆さんもありがとうございます。お疲れ様でございます。え、ちょっと待って、これ本物じゃん。え、違いますよ。何を言ってんですか。どうしたどうしたの。違う、ノンアルコール。お前飲んでんじゃねえかよ。うん、ああ、美味しい、うん、いいね、うん、次行くよ。いいね、はい、次行くよ。というわけで、もう後ろを見ていただいた方は分かると思うんですが、すーはまたこう、うん、今日もですね、あのこの量ですよ、皆さん見てください。すごいイラスト、皆さんがたくさんいただいています。ありがとうございます。本当ね、嬉しいですね。ちょこっとね、やっぱ年忘れですから。まあね、本当あの最近ほらクリスマスだったからね、クリスマスの感じも多いし。これ大ちゃん？俺だね。ふけたね。うるせえよ。これ多分アルゼンチン。アルゼンティーナから来てますよ。そう。すごいな。ありがとうございます。大ちゃん？うるさいよ。大ちゃん。うるさいよ。
ね、ババリほら生誕30年ってすごいいいじゃん。そうです、味噌汁になりましたよ僕も、ね、大ちゃん、僕も30代いったよ。オッケー、落ち着く落ち着く。よいや、お前はそのキャラでいい。まあ他にもね、なんかいっぱいたくさんいただきまして、すごいな、粘土かな、これ全員3人入ってるところだね、これ作って、うん、皆さん本当ありがとうございます。だってまたクリスマスと、なんだあれは、魔女かね。こちらのね、なめこも、あの大ちゃんなめこってなんかね、やらしい、なんかもうあれ、いや、ピンポンとかよくわかんない、ピンポンがわかんない、見て、だってピンポンがわかんない、ケイちゃん反応しろ、ピンポンに、ね、大ちゃん、大ちゃん、うん、ここさ、ちょっとさ、ちょっと、うん、ちょっとだけ忘年会だからいやらしく読んでみて、うん、ここで、成功込めてじっくりと育てました。育むね。爆破でな、いいね、あの字的にもこうがもう手に見えるからね。もうこれ送ってきてくれた方で様々です。お前、違う、まだ始まったばっかなんだよ、お前番組潰すか、お前。違うんだ、こうが手に見えてしょうがないんだ、バカ野郎。バカ野郎。ここが繋がってるからね。大ちゃん、大ちゃん舐めてっていう、もう総理にしか見えず、やめろ。メールも来てんですよ、メールも。そうだから、それに関して、それに関してまずそっちを優先しよう。大ちゃんのテンションが上がってるから今。京都府の花花さんからいただきました。部長室の皆さん、こんばんは。いつも楽しく視聴させていただいております。先日近所のスーパーでこんな食材を見つけました。大ちゃん舐めて。違うよ、お前ふざけんなよマジで。え、あ、行こう、そのスーパー行こう。あ、ちょっと離れてたわ、これは。舐めこだよお前。あ、これ見にくいね。もっともっとやらしく言って。なめこ。キノコ鍋にして大ちゃんを美味しくいただきましたよ。部長津の皆さんはどんな鍋料理がお好きですか。マイフェイバリット鍋を教えてくださいということで、いただきました。ありがとうございます。もうここいいよ、次行こう。え、いやいやいや、ダメ。もうあのイラストをね、本当一生懸命撮って送っていただいたんですけど、もう十分触れたでしょうが、唯一まああの俺が触れて欲しかったのは長野県産ってとこで、長野県産とか触れろよ。あ、長野県なんだとか、そういうとこ触れろよ。ね、まあ、まあどうでもいいよ、まあまあ、うわどうでもいい。もういいよ、じゃあケイちゃん次のメールね、届いてますね。ナメコ158円、うるさいよ、いいから。もう終わり終わり、まあ、ありがとうございます。イラスト、僕の好きな鍋料理は、まあ、カレー鍋という、うん、カレー鍋いいね、カレー鍋、うん、俺もつ鍋かな。誰が聞いたの、誰が聞いたの、うん、誰が聞いたの、鍋の話1個も出てねえよ。マイファイバルト鍋ですからね、やっぱ。大ちゃん何、大ちゃん、大ちゃん何鍋なの。じゃあ、あれだよ、キムチだよ。いいね、締め何する、雑炊、うどん、ラーメン、ラーメン、ラーメンか、俺ご飯だ、ちょっと合わねえ。以上です。はい、以上です。はい、続きましてのメールなんですけども、はい、よるこさんからですね、宮城県の。大ちゃん、けいちゃん、ババさん、こんばんは。こんばんは。いつも楽しく拝見させていただいております。毎回イラストを送らせていただいてます、はい、ふと振り返ってみたところ、もう3年も描いていたんだなと先日気づきました。クリスマスのイラストを描くのが3回目でした。すごいね、時間が経つのは本当に早いなと、なんだかしみじみしてしまいました、うん、そんな長く続いているトリプルゾーンですが、部長の皆さんは、来年どんなことをしてみたいですか、うん、ぜひ、来年番組内でやってのけるという抱負を宣言してみてください、うん、はい、スタッフさん含め2014年もたくさん楽しませてくださり、本当に心からありがとうございました。ありがとうございます。トリプルゾーンこれからも応援していますという。ありがとうございます。ありがとうございます。なんだろうね、はい、来年どんなことしてるの。番組でやってのける2015年、まあ、羊年ですよ、うん、はい、羊、まあ何、ケイちゃん何やってみたい来年。もうなんだろうね、まあ、それこそさ、うん、明日の柱になれでさ、うん、あの羊の毛刈り、なん、おおおおおよくね、マザー牧場とかでやってますよね、羊の毛ガーって、あの、それを何、ここでやる、でそれでなんか、あ、もうロケとかする、ムートンブーツでも作ろうよ、うん、お前相当時間かかるわ。ロケ行けるかな、ロケ。ロケ行きたい。ロケ行けるかな。あ、なるほどね。来年ロケしよう。ロケまだやってないよね。いや、俺らだけで決めれることじゃないけど、うん、一応言っとこうか。ロケしよう。ロケ。なんかロケいいんじゃない？で、なんかそれでまた振り返って。マザー牧場いいよ。ロケすんならさ、バンジージャンプあるよ。バンジージャンプ。ロケすんならちょっとあったかくなってきたからの方がいいよね。あ。うん、寒い季節だとやっぱ大変でしょ、ね、春先なのかなとか、まあそのね、うん、夏海、ほらだから要は桜の季節になったらちょっと暖かくなってきてさ、うん、お花見とかいろいろあるでしょ、うん、だからちょっと寒い間ってのは大変じゃん、うん、ずっと外で、だって俺らのみならずスタッフさんもずっと外なわけだから、うん、しかもだって夏になればさ、この時間帯でもさ外に出ても大丈夫だもんね。そう、全然明るいっていうかまだ大丈夫大丈夫、うん、だからロケを、まあでも俺もやってみたいと思ったから、そう、まあ、3人一致したね、なんかちょっとやりたいね、うん、それこそロケありだね。本当ね、あのイベントでも合宿やったけどさ、うん、イベントじゃない
くなんかそうちょっとロケ合宿みたいな感じでさ、まあ、そういうちょっと公開放送でもいいしね。そう公開放送やってないですもんね。公開生、公開生なかなかやんないもん、ね、最初の方あったけどね。もうできないのかな。いや分かんないけどそれは要相談じゃない、うん、そこでほらまあいろいろとね、うん、みんなでいろいろできたら楽しいね。まあねゲームとかできたら楽しいんで、うん、ありがとうございます。いというわけで、まあ、来年はちょっとロケ頑張ってみたいと思います。はい、じゃあ続いて3枚目ちょっと長いんですけどいきますね。富山県女性の方ですね、はい、トリプルゾーンスタッフの皆様はじめまして。はじめまして、ふとしたきっかけで放送の存在を知り、それ以降年がいもなく嬉しい悲しい、そんなきっかけ今まあまあいろいろあるんだよ、うん、人それぞれだからね、うん、年がいもなく若い視聴者の皆様方に混じって楽しく視聴させていただいております、うん、さて年も押し迫り、うん、今年1年を振り返りましていろいろ思うこともあるこの頃ですが、私事ながらなんとなくやり残した感がございまして、聞いてる、うん、聞いてるよ。勇気を出してお便りさせていただきました。先立って、番組の中で次々出演者ゲストの皆様の お点の中で誕生しました番組キャラクターの数々ありがとうございますね。皆様の、お書きになったイラストが次回の放送時には立体化されですね、こういうのですね、立体化され、はいはい、ご出演されておりましたが、はい、いつまでたってもお目にかかれないあのお名前がいわくつきなキャラクター様、どれ、とある秋の日タイムシフトで番組を視聴しておりました時に、縫い物をしている私の手の中に降臨なさいました。それから約3ヶ月、うん、本職ということもありまして当家で、お祭りさせていただいておりましたが、なんとか、生まれになった、なんとかお生まれになった皆様のもとへ、お戻りいただきたいと思いながら年末を迎えてしまいました。このままでは今年の心残りになってしまいますので画像だけでもと、勝手にさせていただきました。汁神様あなるほどね、汁神様え、汁神様、まあ、なるほどね。ね、縁結びじゃなくてこれだ、良縁お守り、うん、良縁お守りなのは、男女の縁のみならず仕事の縁、友人の縁、金運、運命に関わる出会いの縁などさまざまなご縁を結び、悪縁を断つ、祈願をしておりますからでございます。ご出演の皆様、番組をお作りの皆様、そして私と同じように番組を楽しみに視聴されていらっしゃる全ての皆様に、うん、素敵な出会いと幸せ、が、訪れますように。それでは2015年新しい年もますますのご活躍、がありますよう心より、お祈りしていますと。本当にこういう ありそうですよね、これが。だからお守り持っちゃってるから、もうなんかこのキャラクターはあれ名前なんだっけ、サオチンジルマル。えサオチンジルマル。俺さ、その時の本当回いないからさ、うん、毎回聞くと衝撃的なんだよね、うん、サオチンジルマル、うん、正気か、正気だ。ババリオーマに言わせるな、正気か、正気だ。いや、今日大ちゃん、なんて言うのこれ。サオチンジルマルの御事御事神様になったからね。うん、このイラストそのものですよ。すごい立体化したんだね。すごいね。しかもだってほら、だってちゃんとお守り持ってるよね。しっかり両縁のね。ここカラーだったんだね。ね。そうみたいね。そうみたいね。いやまあご利益、うん、これからね。これから生まれる。なるほど。ね、すごい。ありがとうございます。まあ本当にね、こうやって神が急にこう舞い降りることがあるってことだね。この神なんて言うんでしたっけ？サオチンジルマルの御事。御事。御事。やべ、今日一日ハマりそうだ。サオチンジルすごい。まあ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 ね。まあそれ以外にもね、イラストを送ってくださった皆様、本当にありがとうございました。というわけで。じゃあせっかくのなんで ね、まあ、ね、お寿司行っちゃいましょうか。あるのでね、行っちゃいましょうか、ね、このままだとだって食べないでそのまま終わっちゃう形になるから。はい、じゃあお醤油皿配りますよ。いいよ。はい、配給します。これね、だから多分去年本当にご覧になった皆様は、うん、去年ケイちゃんがいなくてですね、はいはい、ババリオと、ね、ババリオと、うん、ババリオと俺のみで、うん、放送したんですけど、うん、秋葉原。 ありがとう。聞いてる、うん、そうだよ、秋葉原でわざわざ。そう秋葉原、うん、メイドバーですか、あれ。そういうところで、でピザだの何だの食べながらね放送したでしょ。でケイちゃんがちょっと海外行っちゃってて ね、もしかしたら中継できるかもしれないみたいな感じだったんだけど、難しかった。だから皆さんでも大丈夫ですよ、今年はね3人揃って
ちゃんと最後迎えられてますね。何よりですよ、やっぱじゃあ真ん中だからここ置くね、どうしたすっごい存在感、すっごい存在感だ。なんかあれだね、美味しそうだわ。思ったけど離れてるし、お皿もないじゃない。そうなんだよね。やっぱじゃあここ醤油にひったひたになるからね。なんかどうしようか、ね、どうしようか、ね、確かに、うん、すごい、ほら、うん、忘年会ですからお寿司ですよ、うんね、もしかしたらね、はい、皆さんもうクリスマスとかに食べられた方もいるかもしれない、うんうん、ねえもう年内に食べましょう、食べましょう、いや好きなの取って食べましょうよ、どうぞどうぞ、お腹空いてきたわ、うん、見ていい ね、やっぱり年末ってなんかちょっとテンション上がるね、なんかね、うん、こうみんな一体感あるよね、なんかこう、うんうんね、お腹空いてきたとかいう割にはさっきおにぎりいくつ食ってた、うん、食べたよ、めっちゃ食べたよ俺お寿司あるの知らなかったの、そう知らなかったよ、あるもの食べてたらさ今日出ますってなって、うん、マジかとあんまりそのじゃもういいよ、ケイちゃん食べなくて、でも食べたくなってきたの、ね、何が好きなのって流れてよ、何があのこのあ、これ、うん、ネタ、でも縁側とか、あと好き、ホタテとか貝類めっちゃ好き、なるほどね、貝系めっちゃ好き、うんうん、何貝類、何貝、何貝、ミル貝、赤貝とかもう何でも、うん、貝はもう何でも、ババリは、うん、俺はね、なんだろうな、光物かな、アジとか、あサバとか、結構みんな分かるね、俺結構赤身とか、いただきます、マグロとかさ、そっち系が好きだから、じゃみんな違うんだ、ね、いただいちゃって、ね、どうですか皆さんも、うん、食レポ、うんうん、食レポ何食べました、うん、縁側かな、え縁側、縁食べた人が縁側かなって、ババリオ、ババリオ、ババリオ、はい、ちょっと待って、ババリオ、おーい、あんしてだって、あん、ね、あんしてだって、あん、あんしてだって、いいよ、うん、部員のみんながいいよ、ちょっと待ってお前それ嘘でしょ、ガーリー、あーがごめんね、まあ、だだだだじゃあ俺マグロいただきます、ね、あーこれリズム入るな、あーこのガリ甘酸っぱい、ガリ俺ガリも好きなんだよな、うん、ガリ美味しいよね、ガリも行こう、ありがとうございます、うんうんうん、ね、うん、カレ、うんうん、ババリョだからババリョなんかね、うん、なんか食べなよ、何食べよっかな、いいよ好きなの、本当ですか、うん、ほらどんどん行かなきゃいけないと、うん、じゃあ僕サーモンいただきます、今日22時30分で一旦切れちゃうんだから、マジか、そうだ、うん、だから早く行かない、あともうだって10分ぐらいしかないよ、うん、えあと10分しかもうカウントダウンされて自動的に切れてチャンネル放送に切り替わっちゃうからね、だからやっていこう、いい、行くよ、うん、さあさあここからまた切り替えていきますよ、切り替えましょう、いよいよやってまいりました、皆さんご協力ありがとうございました、2014トリプルゾーン名シーンアワード、今年も部員のみんなからいっぱい投票いただきました、ありがとうございます、やっぱ1年振り返る系だ、そう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 、去年もやりましたよね、うん、ねえ果たしてどんなシーンが選ばれているのか、ただこれ台本が名シーンの名が完全に迷うなんですけど、大丈夫ですか、大丈夫だよ、もうあのこれトリプルゾーン自体迷ってるでしょ、うん、そうだね、うん、大ちゃん大丈夫だ、大ちゃんに言われたらもうどうしようもないね、うん、大丈夫です、だから全然もうみんな多分あれ部員のみんなもそう思ってるから大丈夫だよ、じゃあまずなぜかなぜかだ よ、なぜかだけど、はい、6位から、はいはいはい、なんで、いやこれはね、これはあのしょうがないの、いろいろねスタッフさんも大変だったんだから、まず大人の事情行きましょうよ、まず大人の事情、いいから大人の事情、はい6位から行ってみましょう、6位サーモンあげよう、うん、ありがとう、うん、6位はい、うん、ね6、あ、6、はいはい、6、6、はいはい、ケイちゃんどんどん行くよ、6行こう、ね、時間もないからね、行こうよ、うん、行っちゃおう、見れちゃおう、30分で切れちゃうのか、6個の動画しか作れませんでした、うん、手抜きか違うよ、いいよ、6位、もう早速、はい、去年10まであったよね、うん、なかったっけ、あ、もう覚えてないな、まあまあまあ、いいんだよ、とりあえず、ね、大丈夫大丈夫、うん、楽しめるから十分、そうだね、濃いんだね、うんうん、ごめん、頼むから進めさせて、じゃあ俺寿司食ってるわ、そしたら喋れないから、うん、そうそう、じゃあケイちゃん、ケイちゃん、ケイちゃん6位だよ、6位です、6位です、皆様6位です、はい、2014、あれシートン髪色どうしたの、なん染めたよ、染めさせてもらったさ、6位です、まあ今年2014年名シーンアワードは、まあ、真央くんがゲストの時ダンボールからの登場で豪快に転んでしまったのと、ロボ部長作成ではないでしょうか、あいくら身軽な真央くんでもダンボールのヘリに足をかけたら危ないよと思った矢先の転倒と、俺 B 型無理だと言いながらも自由人な3人と大ちゃんが苦戦しながら一生懸命作ったプチョ丸、うん、まあ、どうなることかドキドキしながら見ていました、まあ結局プチョ丸は残念なことになってしまいましたが、うん、2015年もたくさんの名シーンが見られるのを期待しています、うん、最後に大ちゃんババリョ誕生日おめでとうございます、あ、ありがとうございます、埼玉県のプリンさんから、あ、プリンさん、はい、あの何ゴーンって10やのかね、早いし、早いね、
煩悩は108あるからね。うるせえよ。あと、あと107回だよ。黙れ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 108も待ってられっか。君は甘エビをあげようね。うるせえよ。ゴーンがなんか3つも揃った。よしマジ本当2015年ボイコットしてやろう。だから大ちゃんいないとこの番組始まんないんだって。マジで。じゃあとりあえずね、続きまして一緒に5位もちょっと5位あの読んでみましょうか、うん、ババリオ、はい、じゃあ5位を。あ、僕なのかな。いや、お前にさっき渡したのは僕なの。本当だ、5位って書いてある。本当に大ちゃん、うん、大好きだよ。 OK、ケイちゃん、大ちゃん、ババリオ、こんばんは。こんばんは、うん、名シーンということで挙げたいのは井上雅宏くんがゲストで来た回の朗読劇です。あ、朗読読んだね。やばかったわ、うん、某柿の種のメーカーさんやネズミの国の方々にごめんなさいと言わなくてはならなかったあの朗読劇はまさに名シーンだと思います。大人の事情とかもろもろあると思いますが、できるならもう一度見てみたいです。よろしくお願いします。そうね、ババリョーマは決して見たくありません。なんでよ、あれこそが面白かったんじゃん。やばいよね、俺もさ、あれも振り返りたいね。あんまり覚えてないけどさ、うん、やばかったってことだけは覚えてる、本能が。まあまあね、それが映るかどうか分かりませんが、まあ、この6位5位をじゃあ振り返るの、振り返ってみようか。行ってみよう、ちょっと行きましょうか。えげつな12月。というわけで皆さん楽しみながら見てください。6位と5位の、映像です、どうぞ。前回もひどい。あ、俺髪が。前回何やりましたっけ。前回はだって八神先生。二人羽織だ、1月はね。あ、言っちゃダメなのかな、これから出てくる。気にしないで、気にしないで、気にしないで。あ、これか、懐かしい。気にしないで。前回あ、ピザピザちょっと待って、俺今、完璧、あの出前取った。取ってない。出前取っただろ、ね、取ってない。おぉおぉちょ、あの、ごめんごめん。ちょっと待ってくれ、大ちゃん。マオン君が画面が映ってない時に持ってくれ。前回から1ヶ月ぐらい経った。前回何やりましたっけ。前回何やりましたっけ。俺に触れて。鍵止め、鍵止め、ちょっとごめんごめん。ちょっとひどいでしょ。そうです、ゲストに優しくない番組。1月だからトリプルゾーン。二人羽織、二人羽織。マジゴケ、マジゴケ。あんま覚えてなかったけど、こんなガチで転んでたんだ。ガチだったね、これね。ダンボールぶっ壊れてる。ちゃんと取られてるよ。ちゃんと取られてるよ。やばガチだね。て出てくるタイミング悪いわ。転ぶわ。くれないからね。しかも転んでるタイミングがちゃんと映ってないわ。ゲストの浜尾京介。なるほどね。スーパースローでもう一度。半端ない。リアルに、本気ゴケじゃん。しかもあれちょっと本気ゴケじゃん。ダンスあるからね、あそこ。そうか、いた。本気で心配してるからね。俺本気で見て。ケイちゃん見て、ケイちゃん失笑だよ。はい、続きまして、続きまして、いきなり5位、5月の5位の、あ、サルカニ合戦だったんだっけ。ただの美味しそうなおにぎりを持った君にばったりと出会いました。普通だよ、普通だよ、普通だよ、普通だよ。思い話しちゃったっけ。猿はサルカニ合戦と思い話しちゃった。カニのおにぎりが欲しくなり、でもカニが持ってるおにぎりはカニが持ってるおにぎりなのに中身はツナでした。猿はそんなカニをどういうこと、ツナのおにぎりが欲しくなり、カニにずるいことを言ったとさ。でも長寿ラオスです。ツナのおにぎり、しかもマーク全部拾っちゃうからね。全部拾っちゃうからね、優しいから。もしよければ僕の持ってる梅干しのおにぎりと交換してあげようか。アンケート結果こんな読み方に。よしよし、おいらが代わりに取ってやろう。猿はスルスルと木に登ると自分だけ赤い柿の実を食べました。やばいよ、怖い怖い怖い。マーク今いないけど滑ってっぞ。お前もだよ。私にもそんな感情かきもくた。意外にでも部員のみんな盛り上がってから、ね、やべえ、脇汗やべえよ今俺。
猿さんがずるい、この温度差、温度差やばい、しい鷹には泣きながらダメだよパクっちゃう、いい返事帰りました、バカバカバカ、やべ俺面白いな、それさあんなパクったわ今大ちゃんに本気で怒られてるというわけで6位5位を見ていただいたところなんですが、で今ちょうど皆さんね、俺冒頭で言った通り30分経ったんですが、すいません言ったんですがちょっといろいろあって長引いちゃったんでこのまますいません続けますね、で後で切り替えてチャンネル放送にちゃんと行きますからちょっと待っててくださいね、はい、というわけで皆さん見ていただきました5位と6位どうでしたか、てかさちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って、え何真央くんは何、6位の真央くんはこけただけで6位になってんの、いやもう出落ちですよ出落ちか、あれが本当の出落ちだね、だって今までなかったでしょ、カメラが向けられてないのに出ちゃって、さらにこけるっていう、どれだけここ持ってんだって話、すごいすごかったよ、天然ですね、そうすごいね、それも兼ねてだからそのちゃんと3人も揃ってたし、素晴らしかった、ね、確かにね、だからあん時あん時じゃないかラストが、あの時やったかな、あでも2月だからそろそろ多分ラストだったから、真央ラストだったから多分それそうで朝練最後の回じゃない、だからこうランキングに入ったんじゃないかな、うん、なるほどね最後なのにこけると面白いねさすがだ ね、まあ5位もねあのマー君とあの、まあ、ババリオのひどいやつがあったの、うん、あの温度差面白いね、いや温度差癖になるね、まあ、静かなのとね動きがあるのと、うん、それは名シーンって言われるでしょ、しかも引いたら俺めっちゃ短パンっていうねあれ好きだなあ、あれ良かったな、うん、というわけで、はい、まあとにかくあのちょっと、このちょっと BG 聞こえる、うん、この BG って何の時かかるか分かる、うん、全然分かんない、分かんない、今日やるはずのないって俺は思ってたことで、明日の柱になれ、今日コーラあるか、え、だって今日名シーン振り返るだけじゃないの、ちげんだよ、もう書いてあんの、え名シーンアワードの途中なんですけどね、はいはい、見るだけじゃなくて明日の柱になれの名シーンも再現したいと思いますって、ね、なるほどなるほど、マジで、あで、今日やるの、もうだって無理だよ、もうお酒飲んじゃったもん、いやしっかり入っちゃったなもう酩酊状態よ、だってちょこっと一つだけ見えてるやつあるでしょ横にいるね、ね、おかしいのだから風船とかもあんだ、そういうことか、あ今日は彩りが、別に忘年会盛り上げようという気分は一切ないんだね、豊かだなと思った彩りがね、はい、そこで、まあ、何をやるかというと、ね、まあ、部員のみんなにですねまたここはアンケートを取りまして、はい、そこで決めたいと思います、そこでやってほしいアンケートなんですが、はいはいはい、こちらでございま す、まあ、どうぞ、入ってるのかな、はい、1ボール運び覚えてますか、はい、2紙飛行機、ボール運びやった、3これですねツイスター、ツイスターやった、で4よくわかんないけどしっぺ、しっぺってやった、待って待って、はい、この4択から、ユーザーの部員のみんなにね選んでいきたい、あの選んでいただきたいと思いますので、うんうん、皆さん投票よろしくお願いします、うんうん、いやなんでだろうねこのタイミングで、うん、みんなまた振り、ね、紙飛行機知らないでしょ大ちゃん、先月やったの、知らないんだよ、あそうか、散々散々なのになんでスタッフはやらせようとするんだでもなんか盛り上がったのが1だったりとか3がもう俺のちだったね、レンちゃんが来た時だよね確か、ヤガミボール運びは滝川部長、部長部長、あーそう、ウィーチさん来た時だ、懐かしいね、懐かしいなまあみんな床丼、ね、床丼できてるね、うん、そうだったそうだったっけ、そうだ床丼できてる、部員のみんな、俺が床丼されたんだ、そうだよ、えバカか、前は俺がしたのそうだよというわけでアンケートの結果出ましたでしょうか、なんだろう、はい出ました、ドン、あもう横にあるって言ったらそれになっちゃった、はい、というわけで3番のツイスター、ツイスターね、なるほどね、まあ、ボーンじゃねえしね、うん、なんかさっきからいろいろ間違って、106個、106個なるから、うるせえよ、ボンドの数だけなるから、鳴らさねえよ、なるほど、お前一人であれだ、31日に聞いてこいお前、一緒に聞こうよ、うるせえよ、はい、というわけでじゃあツイスターをやってみましょう、というわけで3人やるの本当に軽くやってよね、まだほら名シーンアワード残ってるから、そうだよね、なるほどね、うん、名シーンアワード入ってたら、うん、だってあんま前回の喋ったら怒られるよね、うん、うんうん、まあいいよ、大丈夫、とりあえずいいんだよ、ツイスターやろうよ、うん、やるか、とりあえずやりましょう、うん、
やっちゃおうか。やっちゃおうか。もうとにかくパパッとやっちゃおう。はい、はい、いろいろまだあるから、うん、はい、じゃあじゃんけんしてとりあえず決めちゃおう、うん、これボール運びこのいくらだ。うるせえ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 、いくよ、うん、せーの、最初はグー、じゃんけんぽ。じゃあ俺とケイちゃんからもう手っ取り早く。え、で、あれ回して。しゃ、俺だって前回ツイスター回したとき俺奇跡のずっとなんか変なやつになったの覚えてる、うん、はい、はいはい、回して。で、どっちから先置くとか決める？じゃんけんして、じゃんけんして。じゃあもう時間ないから同時に置こう。同時行く、うん、同時に置こう。あ、いいよ、じゃあいくよ。いいよ、うん、いきます。脱いだ方がいいの？脱ぐ？な、いいよ、どっちでも、うん、まず左手を黄色。左手黄色ね。はい、なんでそう離れるの？続きまして、うんうん、右手を青。続きまして、あれこれ雲とか何だったっけ、もう忘れたから。もういいよ、うん、雲とこの T って何だっけ。右手を赤、右足緑。来たよ。左足赤。バカ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 。右足緑、左手緑、左手緑、右手緑、左手赤。バカバカバカ。右足赤。バカ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 。右手青。バカバカ、どこどこどこ、もうわかんないよ。左足青。左足青。左手緑。左手緑。右足青。左手黄色。右手黄色。左足青、右足青。バカバカバカ、もう無理だ。右足青で、右足青、右足青、右足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 でございます。右足、右足青、ケイちゃん、右足青乗ってる。ちょ、乗れてない。ちょっと、そして左手緑。左手緑。早く早く、もうもう、あ、入った。ちょちょちょ、雑。ちょちょちょ、これは結構なハードだね、これね。割とハードだった ね、それはね。もうね、ハードの割には伝わらないよね、なかなかね。ね、もうよくね、うん、もういいよ。いや、やってやったっしょ。もういいよ。いや、やってやったっしょ。よし、これで再現 OK？ ああ、えよし、はい、じゃあ、ババのせいってコメント来てるよ。というわけで、うん、このゲーム終了したところで、はい、すいませんが、ここから、うん、チャンネル移行します。おや、お、というわけで、この公開放送というか本放送のところから、はい、チャンネル放送の方に切り替えたいと思います。すいませんが、じゃあここで一旦切り替えます。また後ほど。新しいシステムだね。うんうんうん